どうもお疲れ様です。じゃあ7月の31日から8月にかかってですね、31週目のまずは材料からいってみようかと思いますね。材料はね、今週31週目は水曜日と金曜日に大きいのがあります。特に金曜日は雇用統計発表がありますので、ポジションは深夜持たないようにしてくださいね。はい、それでは7月31日からでございます。日曜日が明けて月曜日ですけども、8時50分にまあ日本からねちょっと発表がありますけども、これもね弱々しいんですね。いつもねそんなに相場に大きな影響を与えるほどではありません。ただトレードを始めるのはやっぱり9時を過ぎてからにした方がいいと思いますね。で14時にも住宅着工とか消費者の一般がありますけども、これもそんなに気にするほどではありません。まあただあるよってことだけはね確認しておきましょう。でその日はユーロがねかなり大きな発表をするんで、これも影響はあるんですよ。確かに影響はあるんですけども、まあいつも申し上げるようにドル円で取引してるときにアメリカと日本の材料だけ抑えていくぐらいにしとかないとこれキリがないですからね。もう言ってみれば中国の方も影響があるんですけども、その辺までリサーチすると多分材料に振り回されてこれファンダメンタルになっちゃいますから、テクニカルで攻略していける範囲でやっていきましょう。はい、そして火曜日なんですが、火曜日は失業率が出ますね。気になりますね。有効求人倍率と失業率。まあ景気が悪いですからどういうことになってるのか数字で捉えていきましょうってことになります。で火曜日もまあ9時ぐらいから取引を始めればいいんじゃないかなっていうところですね。8時30分は発表がありますんで、ただすぐこれ発表があってもねすぐ収まっちゃいますんで、そんなに大引くものではありません。でそのまま火曜日は23時のアメリカの SMI 製造指数になりますんで、夜はポジションを持たないようにしておきましょう。だから夜勤もほどほどにって感じですよね。はい、水曜日になります。水曜日は8月2日になりますけども、これ大きいですよ。水曜日は8時50分に、日銀の金融政策決定会合、こちらの方が発表されますので、おそらくこれは午前中十分引っ張ると思うんで、ここはねポジションを持たないようにしておきましょう。朝6時にエントリーする方もいると思いますけども、この日だけはねエントリーしない方がいいですよ。で、夜21時15分にアメリカの ADP 雇用統計も出るよってことになりますね。で、木曜日は日曜日じゃないわ。日本からの発表は8時50分に2点ほどありますけども、これもまあ気にしなくて大丈夫かなと。あと木曜日は夜ですね。夜イングランド、こちらのイギリスも影響はあると思いますけども、まあ、すぐにはこれ影響しませんので、放置しておきましょう。まあ言えることはね、やっぱりこう慎重になるためには、こういった20時の材料がイギリスからあった場合は20時のポジションは持たないでおくことってことになります。そして21時30分でかいのが続きます。当然ですけども、この時間ポジションは持たないでくださいっていうことですね。で最後金曜日になりますけども、雇用統計のある8月4日になります。多分夜だけですね。21時30分米国雇用統計を中心とした数字の発表があって終わりってことになりますので、金曜日はまあ比較的ね日中はまともなテクニカルトレードができるんではなかろうかなって感じですよね。はい、以上のような形で材料が抑えられてますんで、必ずね1週間の始まる前にこの材料をチェックしておいて、警戒するべき曜日っていうのを確認する。それから今回は違いますけども、1日2日とね、例えば月曜日と火曜日が分断されるような材料が入る時っていうのは単体で考えていくしかないんですよ。でそういう場合は本当に1週間のうちの火水木がやりやすいよって判断できるんですけども、一日一日が単体で考えないといけない場合ね、こういう時ってのは、まあ、常に月曜日と火曜日の関係でも分断されますから、午前中ってのはどうしても慎重に相場の方を見る傾向に入ってきます。まあ、今週もちょっとその割合が強くてですね、深夜に強い材料が、まあ、月曜日はないんでね、月曜日しっかりと見た状況が火曜日にそのまま使えたりするんですよ。ただ火曜日の夜ってのはちょっと強めのが来ますよね。これの触れ方によっては、火曜日と水曜日が連続性を持たないというふうに考えた方がいいと思うんですよ。で、水曜日の8時50分にはこのでかいのがありますんでね、当然ですけども、流れってのは分断されちゃうわけですけども。で、そういうことを考えて、1週間でテクニカルが、こうね、2日かかり、3日かかりで見れるのか、それとも、5日間が単体で存在するのか、こういったところにも注目していきましょう。それでは一旦以上です。